DIY?DIY DIY とは、素人、専門業者でない人が、何かを自分で作ったり修繕したりすること。英語の、do it yourself の略語で、自身でやるのいい。DIY とも、DIY とは、お金を払って、他者、業者にやらせるのではなく、自身で、つまり、自分の体を使って、何かを作ったり、修理したり、装飾したりする活動のことである。 自分でできることは自分でやろうという理念のもとに行う諸活動である。DIY という言葉、概念は他人任せにせず自身でやるという考え方を広く生活の基本態度にしようとする精神を指していることもある。これらは DIY へセック、DIY 倫理、DIY 精神ともいう、営利企業の活動には頼らず、人々、人、グループが 自主的に行う活動を推奨する言葉、概念である。こうした精神、態度は多様な領域において提唱、実行されており、自主イベントや草の根政治運動、草の根社会運動、自主制作し、ミニコミ、ジネ、インディーズ音楽等々に影響を与えている。各領域のメンバーの中に DIY 精神を試行する人がいる場合、その人がその領域でも、 業者任せにせず自分たちでやることを望み、あるいはその精神を周囲の人々に伝えて、その結果として、それらの個別的活動が生み出されている場合もある。DIY は、専門の業者に依頼すると費用が高額になることを、比較的安価に行えること、自分にぴったりのもの、いわば自分だけのための特注品を作ることができること、すべてを自分自身でやることにより、 充実感、達成感を得ることができること等々が利点として挙げられる。第二次世界大戦でナチスドイツ軍の激しい空襲を受けた英国の首都ロンドンで1945年の終戦と共に破壊された街を自分たちの手で復興させる国民運動が始まった。そのスローガンとして DIY イコール Do it と o u r s e が生まれた。大事戦には 第二次大戦後のロンドンで廃墟に立った元軍人たちが何でも自分でやろうを合言葉に街の再建に取り組んだのが始まりとされると書かれている。この運動はイギリス中を席巻し、1957年には雑誌 Do it yourself が刊行され、やがてその運動がヨーロッパ全土へ、そしてアメリカ合衆国へと広がっていった。 本土に戦災をほとんど受けなかったアメリカにおいて DIY は復興から週末レジャーや余暇の一つとして楽しむという概念へと変化しいつしか健康的に週末を過ごす趣味へと進化をすいたアメリカでは DIY を行う上で必要になる資材や工具を専門に取り扱う小売業態ホームセンターが各地に作られたアメリカでは世界最大規模の DIY 祭典 メーカーフェアが開かれており、個人が愛好者だけでなく様々な業種の企業も参加している。かつての日本において、専門の職人や大工ではない庶民が、生活や生業に必要な用具を自作したり、自宅や小屋、納屋を修繕したりすることは、特に農産漁村においては珍しくなかった。こうして作られたものやその道具の一部は現在でも、 民具として、博物館などで見ることができる。第二次世界大戦後は、戦災からの復興や高度経済成長に伴い、金物、金具店などで購入した道具を使い、住居建築など、生活基盤の整備や趣味としての日用大工を行う人は多くいた。DIY の考え方や、それを支えるホームセンターは、1970年頃には、日本にも本格上陸した。 1969年には、島根県に、ハウジングランド順天堂駅前店、現在の順天堂がオープンし、ロードサイド型ホームセンターの日本での発祥とされる。ホームセンターのスタイルを日本で最初に取り入れたのは、1972年にオープンした土井と世の店である。和け産業は1967年、当時の重役が、 カナダで開かれたモントリオール万国博覧会で日曜大工コーナーを設置したイギリス間の盛況ぶりに興味を示し DIY の専門商社へ発展していった。例えば自宅関連、自宅周りの DIY では自宅で使う家具、本棚、食器棚などの棚類、机、椅子、ベッド等々等々を自分で作ること、家の中の様々な補修、回収作業を行うこと、壁紙、 ペット等の張り替え、壁、家具などの塗装、水道管、蛇口などの修理、住宅外回りの補修、回収、自作、外壁の塗装や補修、屋根の補修、ウッドデッキの製作、柵の設置、塀の設置、補修等々等々、庭の補修、回収、自作、草刈り、花壇作り、花壇の花類の育成や植え替え、植栽全般の剪定や植え替え、 池の自作等々、小屋作り、犬小屋、ログハウスなど、自分や家族が住む、本格的な住宅をゼロから自分で設計したり自分、家族の手で建築することなどがある。これらの多くが、いわゆる、日曜大工という概念と重なっている。こうした自宅周りで行う DIY に関しては、DIY 専門店、ホームセンター等が多数あるので、 広く人々に知られており、様々な DIY 活動の中でも多くの人々によって実行されている。大手のホームセンターなど DIY に関連する施設では DIY アドバイザー等と呼ばれる DIY を専門にし、その知識を伝授する有資格者を置いているところもある。電気の領域で家庭の交流電流用機器に関連する DIY としては、照明器具類。 電気スタンドの電気コードを直したり交換したりする、照明器具のシェードを交換する、ホームセンターで売られている、照明器具のパーツを組み合わせて自分好みのものを作り、新たに設置する等々の作業が行われている。DIY で自分が使う、電子回路を自分で作るという活動を行っている、人もいる。日本語では従来、自作という言葉で呼ばれている諸活動と重なるところが、 大きい。日本では、東京、秋葉原や大阪、日本橋に、こうした自作のための電子部品を扱う店舗が多い。マイクロソフト Windows や Linux 等が動く小型のパーソナルコンピュータ、パソコン、PC が普及するにつれ、自作パソコンを組み立てる人も増えた。マザーボード、メインボード、グラフィックボード、サウンドボード、電源ボ,ボックス、筐体、 外箱などを組み合わせて、自身で自分好みのスペックの PC を作る人が多かったのである。日本では1990年代、2000年代は PC 自作のための部品を扱う店舗が多数あった。最近では、便利なブレッドボードや AVR マイコン、またそれと、周辺電子部品などを小型ボードにコンパクトにまとめた、アルデューノなど、小型、簡易、安価なマイコンボード、 および関連ソフトウェアが登場し、ちょっとした制御回路ならば手軽に自作してしまう人も増えている。またラズベリーパイを用いて様々なものをかなり複雑なプログラムまで用いて自動で動かす人々もいる。最近はメーカームーブメントやファブという言葉、概念枠で捉えられていることも多い。DIY バイオ、DIY 生物学、またはバイオパンクとはバイオテクノロジー。 生物工学に関する拡大中の社会運動である。ハッカー文化やハッカー倫理ともつながっている。この運動では、個人、共同体、小規模な組織が、伝統的な研究機関と同じ方法で、生物学や生命科学を学んでいる。DIY バイオは主に、学会や企業からの広範な研究訓練を受けた、個々人によって行われおり、正式訓練を受けたことが少ないか、 ゼロである他の DIY 生物学者、DIY バイオロジストを指導、監督している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。